フランシスコからおよそ8300キロ離れた東京。アメリカでも多くの人に愛用されているメイドインジャパンの文房具は、西新井にあるこの小さな工房で作られていました。工房でできるんだ。職人さんが作っているのはその製品の重要な部品。アメリカで使われているんですけど、それを聞いてどう思いますか？やっぱり嬉しいですよね。自分が作ったのが日本国内だけじゃなく、その本場でそういうふうに使ってもらえるってことはありがたいですよね。本場って言ったね今。そう、その製品の基礎はアメリカで確立されたと言われます。材料は何やら黒い棒。これ材料です。エボナイト。エボナイト、はい、エボナイトとは天然ゴムに硫黄を混ぜて熱し固めたもの。黒電話やボーリングの玉、楽器のマウスピースなど様々なものに使われる素材です。そのエボナイトを長さ9センチに切断。鉛筆削り。回転するろくろにセットすると、その端を削り始めました。直径15ミリの細い棒を削る作業。職人さんの腕が問われる大事な工程です。本場っていうのは人間はあるの？はい。棒には何の目印もありません。頼るのは勘でやるの。勘で、怖かったな今。それが物を言いますか？いや、そんでまあ大丈夫ですね。大丈夫。クズの出方によって、はい、あ、このぐらいコンマ1とかコンマ2ぐらい削れたとかね、大体わかります。削ったクズの出方も見ながら己の勘を頼りに進めていく作業。これができる職人さんは今ではめっきり減ってしまったといいます。19歳からこの道一筋60年、長い経験に培われた勘がものを言う職人技です。穴を開けた棒にさらに加工を施します。なんだろう、何やってるの。棒の先にできた穴と段差、果たしてこれは。今度は先ほどとは違い、止まった状態のろくろに加工したエボナイトを取り付けました。実はこちらのろくろは昔ながらの足踏み式。これには理由がありました。エボナイトに刃を当て、一度に複数の溝を掘ります。よく見ると刃を少しずつずらしながら掘っているのがお分かりでしょうか？機械と思ってた。この40ネジってなんですね。それが難しいんです。40ネジ。あの溝はネジを切っていたんですね。もう一度見てみると、ネジの切り込みが1つ、2つ、3つ、4つあります。実は4つの切り込みがあると1つの場合に比べ4倍速いスピードでキャップを開けることができるのです。手作業で生み出すこの緻密さこそメイドインジャパンの証。地山を手で作る。エボナイトの角を丸め、ネジを切り、漆を塗ったら、いよいよ最終工程。組み立ては別の職人さんに委ねられます。
この形、もうお分かりですね。分かった。アメリカで現在の形が完成したと言われ、歴代の大統領もサインする際に必ず手にしていたもの。そう、正解は万年筆。見た目はもう完成したようですが、実はまだ職人さんの作業が残されていました。ペン先の隙間に何やら刃のような道具を通しています。ルーペを使い、そのペン先を念入りにチェック。しばらく目を凝らした後、硬い石の上でペンを走らせます。当たりを良くしてやる作業ですね。少し滑らかにするとね。小さな砥石でペン先を削り、滑らかにしていたのです。しかし何のために？筆記スピードの速い方のための調整みたいな感じで、早書きした時にインクが途切れないようにインクの出る量を少し多くしてあげる、そういう作業ですね。そう、筆記スピードが速い人だとこのようにインクが途切れてしまうことがありますよね。それがペンの隙間を微調整し滑らかに研げばこの通り。早書きしてもインクが途切れることはありません。比べてみるとペン先の調整前と後ではこれほどの違いが。お客さんの要望を聞いて一本一本調整するため、一本仕上げるのに最低でも1ヶ月。持つ位置や書く速さ、筆記スピードや筆圧は人それぞれ、使い手にぴったり合うように仕上げるためです。世界で1本ですもんね。今や溶かしたプラスチックを型に流し込んで作るのが主流。エボナイトから手作りするのは希少です。その上、使い手に合わせたペン先の調整まで。そんな中屋の万年筆は世界各国へ。海を渡ったメイドインジャパンの万年筆。まずはその美しいフォルムに魅せられ、使うとその書きやすさにまた魅せられるようです。形が良くて手にとても馴染むから、長時間書いていても疲れないの。それにとても書きやすいわ。日本製のペン先は世界一だと思う。とてもスムーズに文字を書けるもの。パソコンが当たり前の時代にメイドインジャパンの万年筆を使って文字を書くことに幸せを感じるというリタさん。それは私たち日本人も忘れかけていたことかもしれません。万年筆で文字を書く楽しみ、その楽しみの輪はサンフランシスコの街に広がっていました。この日メイドインジャパンの万年筆を愛用している方々に集まっていただきました。私は一番これが好き。こちらの方はなんと10本もコレクション。それは今回取材した職人さんが手作りしたメイドインジャパン。文字を書くときは日本製の万年筆しか使わないそう。皆さんに愛用する万年筆を使って職人さんへメッセージを書いてもらいました。中屋は私の一番のお気に入りのブランドです。なぜなら完璧だから。書くことが楽しいわ。ありがとう。
中谷さんが送ってくれる美しく書かれた手紙と美しい対応、職人の皆さん本当にありがとう。シンプルの中にある優れたもの、こんな素晴らしいペンを作ってくれてありがとう。ありがとうマサヤ。遠く離れたサンフランシスコの愛用者の皆さんの様子を日本の職人さんに見ていただきました。もちろん自分の作った万年筆が海外で使われている様子を見るのは二人とも初めて。持ち上がられすぎな感じがそうですかね。こういうふうに皆さんでっていうところを見ることは少ない、ほとんどないですから、見ててすごい楽しかったですね、やっぱりね。ありがたいですよね。はじめなんでこんな仕事を始めたのかと思ったんですよ。あ、やっぱりやっててよかったなと思いますね。使い手のことを考え、わざと真心を注ぐ日本の作り手。そんな作り手に感謝し、愛用している海外の使い手。ここでもメイドインジャパンが世界を結んでいました。